はい、どうもゴリラスタジオです。今日もバイオハザード RE3 プレイしていきたいと思います。はい、あれですね、ジルがウイルスに感染したっぽいんで、そのワクチンを探しに行くっていう、探しに行くっていうか、そのワクチンを作れる博士を探しに行く感じで、この病院にいるそうです。バードはどこだ？多くの研究室だろう。無茶するなよ、俺も向かう。了解、先に行ってるぞ。よし、はい、研究室にバード博士がいます。救出に向かう。武器はハンドガンでいいかな。大人形、はいはい、これタイミングか。うん、はいはいか。オッケーオッケー、はいはい、ほら連打しても使えへんわけね。はいはい、うん、はいはいはい、よしよし。なら、ここか。ここしかないね。アイテムなんもないかな。なさ。いやー、変な音せんといて。怖いから。さあ、行くべ。よし。異常なし。いやいや、おるわ。なんか自販機にめっちゃ切れとるやつ。いやー、くそ、やるか。あー、ミスった。こいつ先、あー、全員立つか。オッケーオッケー。いやー、これマシンガン使わなあかんね。いや、声がさ、えげつないぐらい怖い。けっ、弾は先生相手を捨てる暇はない。くたばっとけ。警察ばっかやん、しかも服装。お前も入ってくれ。じゃあ、来たー。行ってくるんやったら早く入ってこいよ。くそ、単発で仕留める。よし、あい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 、はいはいはい、いや、しぶといって、はい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 、こいつも起きるやろ。あいあいはいはい、まあ、ハゲやなぁ。はいはい、終わり。クリティカルヒットですね。これグリーンハーブじゃね。あ、これグリーン、こっちか。あ、冷たい飲み物欲しかったんかな。コールドドリンクって書いてあるわ。なんかある？ん？外か。いやさ、え、これ何？あ、外にアイテムを置く。ちょっと、ちょっと、ん？何の音？ちょっと、あの、あれ、消えへんの？アイテム。ちょっとこっちから行くか。よし、異常なし。いやー、怖い。ここか。こけし、こいつ見たら安心するわ。ちょっと変な音やめてよ。ブオンって。ナサニエルバード博士のオフィスへようこそ。ご用の方はインターホンにお声掛けください。カセットプレイヤー再生できんのこれ。
中にカセットテープ入ってないんか。ちょっとインターホン鳴らすか。看護日報、例の奇病の患者が日を追うごとに増えている。鎮静剤を打っても錯乱状態が収まらない患者は拘束に置き捨てた上で隔離病棟へ。もうでも病棟ももうパンク寸前。理事長命令で奇病患者は無償受け入れしてるけど、治療方法もないのにどう対応しろって言うんだか。祈るだけで病気が治るとでも。それに気になることがもう一つ、院内で亡くなった奇病患者はいつもの葬儀会社とは違う業者が引き取りに来る。感染拡大を防ぐためっていう話だけど、普段は使わないあの開かずの扉から夜中と運び出されているのをミランダが見たらしい。何？開かずの扉って。バード博士、いるか？救助に来た。ドアを開けてくれ。バード。音声データと一致しません。音声認証？くだらない SF で必ず出てくるあれか。嘘。これでカセットテープ。開け、うま。音声データと一致しません。ねえ、開けごまって。ちょっとこっち進む前に判定が見に行きましょう。何の音ですか？判定が見に行きましょうか。ちょっとさ、音が半端なく怖いのよ。反対側は何もないかな。持ってないよな俺。これジルな、ジル操作で開けれる感じなんかな。まあ、いやちょっとこのさ、このアイテムあるよってやつうざいんやけど。はい、これはこっちに進むしかないのかね。さて行くか。いやー怖いねー。いやー、ガラス？なんか音するって。いや多いな。いやー多いな。はい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 。まずい。ゴミエイムやった。はい、撃破。こいつらまだ死んでねえな。いやーちょっと。はい、OK。 ナイフで切っとけ。死んでないから。死ね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 。お前も死んでないやろ。死ね。死んでた。はい、起きたー。銃使うんでいけるかも、これ。ほら。ほら。あー、ミスった。あー、もう。弾もったいないって。死んどけ、ほら。ちょっとこいつうるさいな。殺したいな。うさすぎる。
で、こっち行ったらパリーンって割るんちゃうん、どうせ。うわぁ、いやぁ、びっくりした今。ちょっと。くそぉ。うわぁ、じゃあ誰言ってほんまに。こいつ。まあ、ザコゾンビがよ、調子乗んなよ。頼む、死んで。もうダウ、ビビったー、ビビったー、今のビビったー。これ何、なんか鍵がいるか。あー、ビビったー。え、これ撃ったら終わるのかな。あー、怖かった。あんまり怖かった。そこの血が気になるな。足跡、ん、これバード博士じゃね、この足跡。んどっから続いてる、この足跡。ここからか。ここで噛まれてこっちに進んでいったってこと。もしかしてバード博士死んでる？足跡が消えてる。ちょっと怖いな。いやー、これ、OKOK、ベッドには誰も寝て。怖い、もうベッド怖すぎる。そんなカルロスの声すらも怖い。ふう、あ、病院食かな。きつそうやばい。さあ、これ動き出したりせんよな。このこっちの死体袋。お前も死んでの量がすごい。ナースステーション。さあ出てこいや。あ、足跡、ここに入ったな。病院食ってどんな感じなんやろ、海外の。パンかな。イグジット、出口、非常階段かな、これ。屋上か。こいつはまあ確実に起きるやろ。ほら、お前は起きんな。はい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 、はい、起きんなって。はい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 、起きんなって。よし、はいはい、これ弾節約。起きんなって。はい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 、起きんな。はいはいはい、やばい、もう早死んでくれ。ジジイがよ、死んだ、死んでくれよ。よしよし、横から出てくるんじゃん。よし、ほら、急に出てくんのだけはやめてね。よし、
左 OK、 右 OK。 はい、ハンドガン止まった。監視カメラがある。誰もいないね。あ、病院の地図。資料室行きますか。あ、セーブポイントかな。よしよし。あ、看護日報。例の奇病の患者20名以上搬送。隔離病棟の患者、四肢の腐敗が進行、発熱、意識混濁、食欲は旺盛、何らかの感染症、消毒を徹底、研究棟からの血液検査報告なし。治療中にドクターヤングが患者に噛まれた。すぐに消毒するも高熱続く。何もできない。錯乱状態に陥った患者が次々に暴徒化。外来は混乱状態。非番の者も全員出勤し、救急対応に当たる。これ以上拡大、混乱が拡大しませんようにやってさ。ちょっとセーブしておきます。すげえ。こいつらもう使え。なんかアイテム多いな。まあいいか。たまこんな節約せんでいいかな。クソあるな。これを油断してはいけないのがバイオハザードです。以上なし。クリア。カロス、どっからライト照らしちゃう。あ、見れ。いや、この部屋が一番えぐい。異曲。医者がおった部屋かな。これゾンビの仕業じゃないぞ。いや、起きひん。こいつ多分後で起きるパターンやな。だる。こいつは今にも起きそうやな。起きひん。ってことはやっぱ普通に殺されたんじゃね、こいつら。ゾンビじゃなくてあのビッカーみたいなやつら。よし。誰も動かんな。看護日報。手は尽くした。でもあまりにも無力だった。混乱状態で何もできない。信じられない数の犠牲者が出た。手当てする間もなく死んだり感染していった。私たちは看護師で生きることを諦めた。今は感染していないスタッフだけ立てこもっている。部屋の外から助けを求める声や断末魔が聞こえる。でも生き延びるためにはこうするしかない。患者を見捨てた。この罪の裁きはいつかきっと下る。震えが止まらない。それでも助かりたい。午後9時、上空からヘリの音。救助かと思い抱き合って喜んだけどすぐに遠ざかっていった。今は亡者のうめき声だけが響いている。絶望気が狂いそう。ドクターヤング、アリミナ、ミランダ、ダコタ、みんなごめんなさい。何か近づいて助け。何か近づいてきてやっぱ死んだんや、こいつら。こいつらはやっぱあのリッカーってさっきの警察署で戦った化け物かなみたいなやつらに殺されたんじゃねって思う。事務局からの、事務課からのお知らせ。 ID カードの取り扱い。 ID カードの院外持ち出しは厳禁です。セキュリティ確保のため退勤時は必ず各自に割り当てられたロッカーに保管して帰ってください。ロッカールームの鍵を中庭に落としたと報告がありました。管理会社が回収するまで施錠はスペアキーにて対応します。
退勤時は事務課までご連絡。これロッカールームってこと？ここには何もないか。いやー不気味すぎるこの部屋。これ探索します。特に何もなさそうやな。これジルでもう一回来るんかな。キーピックがあるし。ちょっとこの気持ち悪い部屋から出ましょう。ここの部屋は？あ、資料室か。こっちか。怖いなぁ。こっちやね。さあ、中庭ってこれかな。これよな。いや、音しますね。これは俺じゃ通れないな。あ、やっぱジルで通れてるし。あ、ここから戦うか。いや、こいつを切るでしょう。オッケー。ちょ、こっちもやん。いやー、これ結構ゾンビおるな。おいや、来るんやったら来るやろ。相手もええから。え、あかへん。え、これさ、こっち行った時に開くやつじゃん。あかへん。金庫。いや、起きた。いや、来ましたー。死んどけ。よし。そんな数おらんかったな。来いよ、お前も。死んどけ。はい、お疲れ。よし。ああ。よし。死体チェック入ります。お前起きたか。ちょっと格闘の練習したいな。カルロスタックル。カルロスタックル。もうこうなったらカルロスタックル。録音テープについてるメモ。親愛なるダコタへ。ドクター B のテープがなくなった件。研究助手のアボットがナースセンターのロッカーから何かを持ち出して治療室に向かうのを私の担当している患者さんが見たそうな。今日の夜勤の時隙を見て探すから、あなたは焦らず階段普段通りに業務を続けて。ドクター B がどれだけ医学の発展に攻撃権していても、あんな悪質なハラスメントは絶対に許されない。裁判で重要な証拠になるあの録音テープを握りつぶされたりせたりなんかしないんだから、勇気を持って戦いましょう。あなたの味方より。治療室に、あ、今殺したやつか。こいつも生きてるやろ。こいつ耐えてるだ。もうビクッとせんでええから、おげ、寝どけ。死んだか。死にましたって言え。死んだな。よし、こっちの部屋も入れるようになった。レントゲンですね。ここもなんかいるんか。いるぞ。
麗な足してんな。ちょっとあの、このまたおもちゃがカチカチ言ってんな。どこやろ。え、この辺から音する。ゴミ箱の中。え、こんなん嘘。おい起きろ。はい、起きた。殺すか。おい、おい、なんでパンチ出んの。いやーミスった。タックルしとって。いやーミスった。ゴミプレイしてる。いやーこんな雑魚にこんな固まれるとは。いやーめんどくさいわ。はい、死んどけよ。死んだな。はいはい、オッケー。はあ、早くしとこう。早くいっぱいあるな。よし、こいつだけかな。さっきベッドから急に飛びつかれたからベッドもおった。ベッドも見とかなな。こいつ絶対起きるやろ。あ、本当にな。ふう。絶対お前起きんなよ。あんなけ切ってんか。よし。なんもなかった。鳥粘室か。もう部屋1個しかないぞ。こっちの。ええあ、はい。うわ、持てへん。あーどうしようかな。いや戻れんくなったやん。もう風の音が。これさ、どっかに繋がってるんじゃん。どこやったっけこれ。え、アイテム置きたいな。あ、1階に降りなあかんのか。アイテム置くんやったら。ショートカットの道作れたな。どうしようかな。ハーブ作るか合成するか。これうわ、ハンドガン弾3発捨てるか。3発まあいいか。もったいねえな、3発捨てんの。あ、拾えへんねんな。1回捨てたら作っとこう、ハーブ。はい、鍵取って。鍵どこで使うんやったっけ。城前、まあ上よね。こいつ生き返りそう。いや、オートセーブ入った。なんか来るぞ。本かな。
どこやったっけ鍵、あの医務室やったっけ。あ、アイテム置けるやん、アイテム置ける。はぁ、アサル、これ置くか。救急スプレーもいい、救急スプレー1個置いとこう。あー、ハーブいる、手榴弾もいるね、怖いし。どっちかというと手榴弾装備しときたいな、この閃光弾じゃなくて。ここでしょ。あれ、あれ、死体あったよねこの辺。なくなってない？あ、おった。ここやろ鍵。ちょっともうお前ら絶対立つなよほんまに。俺切ったからな、一人ずつ確認して。絶対立つなよ。よし。よし。よし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 。ロッカーでさ、入ってるパターンない？ゾンビ。よし。先行手榴弾。来た、やっぱりもう。お前ふざけんなよ、ただ死んどっただけがい。もう怖いってほんまに。痛い、ID カード、スペンサー記念病院。俺さぁ、もうこれさぁ、帰るときにな、絶対おると思うねん、なんか。ちょっと閃光弾の方がいいかな。絶対になんかおると思うのよ。この鍵はもう、必要ないんか。このさぁ、ID カードどこで使うんやろ。ここか。ナースセンターか。よし、走れ。よし、オッケー。ふう。だっ。来たー。え。嘘やろ？何こいつ。うわあ、ボスか。一旦様子見。いや、聞いてないな。オッケー。いや、ちょこいつは倒すべきか。よし、倒せた。いや、でも弱点わからんかったな。どこやったんやろ弱点。そう、他にもおるんやろうな。今回この辺で終わろうかな。うん、ちょっと30分ぐらいやし。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイビー。